路面日の出の景観上ヶ島大橋付近の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上ヶ島大橋は、神奈川県三浦市、三浦半島先端から海をまたぎ、上ヶ島に至る橋。管理は、神奈川県東部漁港事務所。上ヶ島へ渡る唯一の道路で、有料道路であったが、 神奈川県が2018年11月13日に将来の無料化を発表2020年4月1日に無料開放された。歩行者や自転車は従前より無料で通行できた。1957年に着工1960年4月に開通。全長575メートル、海面からの高さ16から23.5メートル。 総工費7億1500万円。また野党を超えて海橋に接続する立橋も同時に建設された。周囲には元橋より高い土地はほとんどなく、太平洋、相模湾、東京湾を開始、東に房総半島、南に伊豆大島、西側には伊豆東岸から湘南地域、富士山、丹沢山地が一望できる。また真冬の早朝には遠く、 赤石山脈も望めるほか、日の出前に、丹沢の白い山々の頂だけが朝日で、輝くといった幻想的な景色が見られる。元来、城ヶ島への交通手段は、三崎中崎岸壁から出ていた渡し船が、唯一の存在であった。三崎漁港は、城ヶ島を、天然の防波堤とした漁港であり、昭和30年代には増大する一方の水揚げに、 対処する施設が不足した。しかし、三崎は、会食がけに囲まれた、急峻な地形で、漁業施設を建設する土地に乏しく、対岸の城ヶ島へ用地を求める他に亡くなった。このため、神奈川県は、城ヶ島の埋め立てを計画、この用地の経済的価値向上と、漁港施設の高度利用には、佳境が欠かせないとされ、計画されたのが元橋である。資金は、 米国余剰農産物見返り資金から融資された。建設時の借入金は1979年に返済が完了しているが、老朽化が進んでおり、維持管理費を賄うために2020年3月まで料金徴収が続いていた。ただし、城ヶ島の島民は外通当初より無料でこの橋を利用できる。城ヶ島は、 元橋仮設後に、三崎川の海岸が大規模に埋め立てられ、県水産試験場や新潟鉄鋼三崎工場などの漁港施設が建設された。これにより、三木港は全国一の水揚げ量を誇るまでに発展、観光客の誘致も進んだ。一方で、源の頼朝以降、多くの著名人が、助上的な風景として愛した島の風情は失われた。 設計は横川橋梁製作所。鋼床板箱桁を日本で初めて採用した。同形式としては東洋一の規模である。橋本に遠洋漁業の大型船舶が通行するため中央部に95メートルもの長大なスパンを有する。このため中央部の死荷重を軽減する必要があり、構成箱桁が採用された。箱桁は 外観がほぼ完全に箱になるため、鋼材の曝露面積を最小化して、腐食を抑制することができ、かつ箱上わ面がそのまま床板となる、等、合理的な設計となっている。海面からの高さを大きく取ったため、城ヶ島側の取り付け道路には、ループ線が採用された。元橋は、太平洋戦争戦争後の高度、経済成長期における、 海上化協議術の域を集めた協梁であったことから、地元漁業関係者のみならず、協梁技術者の注目度も非常に高かった。横川協梁製作所は、城ヶ島大橋設計計算所、同解説、城ヶ島大橋応力測定報告書を専門家向けに出版している。現在も、構成協梁のトップメーカーである同社にとっても、元橋は、 輝かしい業績であったことが伺える。ありがとうございます。